ヒューストン軍はアメリカ合衆国アラバマ州の南東隅に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は10万1547人であり、2000年の8万8787 87人から14.4%増加した。軍庁所在地は道産市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ヒューストン軍は道産大都市圏に属している。 ヒューストン軍は1903年2月9日に、デール軍、ジェニーバ軍、ヘンリー軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名は、第24代アラバマ州知事ジョージ・スミス・ヒューストンに、ちなんで名付けられた。軍政府には、軍議長と管理部長が一人ずついる。軍政委員会は4つの選挙区から、それぞれ一人ずつが選ばれた4人の委員で構成されている。 その他に選挙で選ばれる役人として、保安官、兼任判事、財務委員、検視官がいる。ヒューストン軍は、アメリカ合衆国会員アラバマ州第2選挙区に属し、2011年時点では、共和党員を選出している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は581.65。 平方マイルであり、このうち陸地580.36平方マイル、水域は1.29平方マイルで、水域率は0.22%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。